2018年6月10日19時、万引き家族の是枝裕和監督に。インタビュー、この記事は映画の核心に触れる内容を含みます。鑑賞前の方はご注意ください。第71回カンヌ国際映画祭で最高賞のパ。ムドールを受賞した、是枝裕和監督作、万引き家族、公開中。カンヌ映画祭の審査委員長ケイト・ブランシェットが、中で、も手放しで絶賛した俳優が、是枝組初出演の安藤サクラだ。安藤にとっては、本作が第一子出産後初の映画出演作となった。是枝監督に単独インタビューし、安藤の魅力や、キャスティング秘話について話を伺った。犯罪でしか繋がれなかった、万引き家族を演じたのは、リリー・グラム。キー・アンドー、松岡茉優、キキキリン、子役の白日の木司と佐々木美優の6人だ。是枝監督は、いろんな人と稀有なタイミングで出会えた現場だった、と。振り返るが、特に安藤にオファーした際のエピソードが印象深い。マジで出産前の安藤さんにばったり会って、確かに、の日くらいにオファーの連絡をしたと思います。信代はリリーさん演じる血の相手役、リリーさんが50歳を過ぎていたから、バランス的には40歳くらいの女優さんを想定していたので、安藤さん、現在32歳のキャスティングは考えてなかったです。しかし、街でお会いしたとき、この二人なら、いいかもしれない、と思い、打診しました。実はその時点で安藤さんは、子供を産んでみて、自分がどんな風に変化するのかわからないから、受けられない、かもしれません、というような話もされていましたが、僕の中で、信代役は安藤さん、と決めていました。